どうも、地域発信バラエティのんびりこの時間となりました。私、番組ナビゲーター座右の銘、生涯ロカビリーことビリー・モロカーと、そして優しく可愛く生意気の僕、エルビーでーす、ということでございましてですね、皆様、祝14年目突入でございます。やったー、ということでございましてですね、皆様のおかげでこののんびりこついに番組スタート14年目に入りました、ということでございましてですね、日頃の感謝を、その気持ちを込めましてですね、皆様にたくさんですね、実を言うとですね、お礼をしたいんですけれども、まあそれはなかなかできない。だったらですね、ちょっと YCV のですね、番組のですね、局の方たちにですね、私実を言うと2020年12月9日からキッチンカーをやってたんですね。まあ正確には奥さんのキッチンカーです、そうなんでございますけれども、そのキッチンカーホットドッグなんですね。そのホットドッグをYCV の局の方たちに振る舞いたいと思います。太っ腹ビリー、太っ腹ビリー、太ってるビリー、ということでございますね。あ、もう次が見えてるでしょ。レッツゴー。いや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 、派手ですよね。もうロカビリーキッチンカーと呼ばれてるんですよ。こちらが私ビリー・モロカーのキッチンカー、ウェキウェキというですね、ホットドッグのメーカー作っております。実を言うとですね、私ですね、今キッチンカー後輩にですね引き継いでいただいておりまして、実を言うとビリーね、東京の本郷の方にカフェラブミーテンダーというお店をオープンしました。いずれまた紹介させていただきますからね、ということでございます。今日はですね、キッチンカー皆様にですね紹介したいと思いますけれども、僕の後を引き継いでですね、キッチンカーを引き継いでくれてる野口志向さん、通称グッチーでございます。グッチーちょっと出ておいでよ。はい、グッチーでございます。イエーイ、ただいま恋人募集中一番最初はね、私ビリー・モロカーに憧れて、本物のビリー・モロカーだって言われてね、もうずっとキッチンカー通ってる間にですね、お客さんで来てる間にキッチンカーっていいなって思ってですね、それまでの仕事をですね辞めてしまったにゃほうで一気にキッチンカーやるようになったにゃ。それこれが ねキッチンカーの一押しのわさびソースのわさびり、うちの奥様が開発したオリジナルのですね、わさびソースでございます。まずは何といっても一押しがわさびチーズ、はい、で第2位がですねわさびドッグで、第3位がチーズ。どうですか、あのキッチンカーやって、はい、最初やっぱりビリーさんがいないからこの物足りないっていうのはあったんでしょうけれども、うん、この頃最近体験も似てきたよな、はい、俺にちょっと待って、じゃあちょっとこれさちょっとさ今日ビリーさんになっちゃうよ。やっぱロカビリーはさ、これでさ、ちょっとこう襟立ててさ、ちょっとクールに、ああビリーでしょ。ベイ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 ということでございまして、番組14年目に突入ということでございまして、これでですね、私ビリー・モロカーからですね、感謝の気持ちを込めて YCV の方にですね、ちょっとこのですね、ホットドッグを振る舞ってしまおうかなと思っておりますけども、あ、ちょっと番組初代ディレクターの栗田君、栗田さん、ちょっとこんにちは、ね、ちょっと日頃の感謝の気持ちを込めてですね、ちょっとキッチンカー今回出店して、そこで私のキッチンカーから、はい、おすすめのホットドッグ、わさびチーズの一押しわさびチーズ、あのコンポタージュをいやいや、どうせならホットワインで、いや何言わせんの。ありがとうございます。どうですかこのたっぷりチーズ。そしてたっぷりチーズの下には実はですね、わさびりというわさびソース、オリジナルのわさびソースが入ってるんですよ。ちょっと一個心配してるな、最近マスクしてるからひげ剃ってないんですよね俺。別にあなた汚ねえこの人ちなみにね、初代のディレクターですよ。でもここ絶対使わないです。さあこれは最高だよな、食レポ。俺が散々さ君に言われたよな、リリーさん食べる前に美味しいっていうのやめてくださいよとかさリリーさんもうちょっと気が利いたこと言えないんですかとか頼むよ、ね、うちの社運がかかってんだから、あなたの一言に。
そう、ホットドッグはね、このかぶりつくのがいいのよ。さあ、3、2、1、どうぞ。おいしい。俺は今下手じゃん。どうですか、この微妙なこのマッチング。微妙なマッチング、絶妙なマッチング。そういうとこ。そしたらですね、いやいや、ちょっとね、もう、まあ、栗田エルズプロデューサーはね、グダグダだったんですけど、いや、もう一人グダグダになりそうな人が来たんですよ。いや、本当14年ありがとうございます。もう皆さんのおかげでね、14年目入りましたから。ありがとうございます。はい、あと皆さんって何よりも視聴者の皆さんでございますけどもね、ちょっとせっかくだから、はい、ちょっとね、栗田君はね、はい、あれ食べてくれたね、わさびチーズ、はい、だからちょっと、わさびドッグっていうのを、ドッグ、はい、もう、本当わさびリーが、はい、オリジナルわさびソースがそのままかかってる、この感じ、これね、ちょっと食べてください。はい、あったかいうちに。じゃあ、いただきます。あ、食べっぷりいいね。うん、わさびり、うん、これ合いますね。いいよ、栗田くんよりよっぽどいいよ。出世近いね。出世が近いよ。これ日本の和のテイストとアメリカ合う。ね、はい、このわさびりっていうのはね、せっかくだからちょっとさ、はい、実はさ、このウェキウェキってさ、はい、このキッチンカーの歌があるのよ、ウェキウェキの。ほっぺが落ちるよ、おいしいほど。ほっぺが落ちるよ、おいしいほど。ウェキ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 、あなたと食べたいほど。ウェキウェキ、イエーイ。保土ケ谷区和田にある上整形外科。充実したリハビリ器具と親身なスタッフが皆様の健康に寄り添います。ごめんください。いらっしゃいませ。買い取ってください。買い取り強化中、みんな来てね。俺のアイデアも、もちろん採用したよね。え、買ってくれなきゃ泣いちゃうにゃということでございましてですね、キッチンカーグッチとお別れしまして、やってまいりましたのは保土ケ谷区のこちら川島町周辺、今回はね、歩いてみたいと思いますけどもね、早速行ってみますか。レッツゴー。いやいや、今回ですね、こちら14年目に入ったということで、見ました？ギター。でもね、14っていうとね、皆さんどんな、ことを思い出しますか。僕はね、14っていうとね、ジャイアンツのね、ピッチャー沢村栄治、もう幻のピッチャーですよ。あの戦前の、ジャイアンツを支えた、あの本当スーパー投手でございますけれども、なんかその球速はですね、これはあのジャイアンツの OB の人たちから言わせると、当時沢村は200キロを出してたと。すごいですね、すごい。その14っていうのはね、その沢村エイジの背番号なんですよね。いや、俺はすぐそう思えて、やっぱビリーは野球少年だったからにゃ。はい、出ました、のんびり行こう恒例の野菜特売所。ありますよ、ネギちゃん、ブロッコリーちゃん、カブちゃん、そしてこれはジャガイモ。お、さすがホドジャガ、でけえ。今ペイペイも使われるの、こういうの。すごいな。だいたい俺キッチンカーでペイペイやってるけど、全然使い方わかんないからね、本当は。ねえ、いいね。ペイペイで野菜買っちゃうってのはすごいな。お、バス停が。あ、こんにちは。なんかすごい素敵な椅子ですね、これは。ねえ、これバス停待ってる皆さん。もう地元なんですか？地元じゃないけど、から来た、この団地に住む。あそこの、うん、あ、そう、あそこの団地も相当あれじゃないですか、歴史があるんじゃないですか。50年か60年あるって。ああ、そう、いいですね、そういうのがちゃんと残ってるのが、うん、ねえ、ねえ。だからお買い物ですか。そう、
ここは買い物できないから、うん、鶴ヶ峰の駅まで行くの。ああ、これまっすぐバスで降りてって。そう。ああ、なんかね、ぜひとも今度キッチンカーこういうとこ来たいね。キッチンカー来てね、商売、商売の話して、商売の話してどうすんだ。いや、本当すいません。ね、お元気で。はい、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ビリビリ、なんかカフェって書いてあるカフェ。お、カフェ、カフェに敏感だビリーさんよ最近。ギャラリーカフェ&ハンドメイドショップみこみこ。行ってみよう。ちょっと行ってみますかね。ごめんください、突然すいません。あの、のんびり子って番組でですね、はい、今回ちょっと川島町を一緒に歩くということでちょっと 2,3 本お話伺います。あ、はい、どうぞ。あら、まあ可愛らしい、まあ素敵な、なんかおしゃれなカフェでございますよ。こちらはいつ頃からオープンされてるんですか。かれこれ2005年の、11月頃、もう18年。そうですね、18年。あら、じゃあ俺前来てるのかな、ここもしかしたら。いや、初だと思います。あの、初めて。ビリーさん来ないかな来ないかなって話をしてたので。ビリーさん知ってビリーを知ってたんや。あ、そうですか。いや、それはもう願ったりかなったりでございますね。そうで、ここはあのカフェはあの普段からも毎日朝から営業してるんですか。あの、水木金の午後の1時から今営業してて。店長さんですか。そんなに詳しく喋れるってのは店長さんですか。店長さんじゃないです。で、そもそもこのカフェみこみこちゃんはどういったお店なんですか、ね。ここは福祉施設の喫茶店なので。なるほど。基本的には、まあ、彼らが作った、手芸品やお菓子を販売してます。あ、そう。じゃあ芸術家じゃないの。アーティストじゃないの。アーティスト。店長は何作ったんですか。ちなみに店長はこれが店長さんが作ったペットボトルカバーでございます。すごいじゃないの。ありがとうございます。いや、でもなんかいいですね、こういう感じで和気あいあいとした感じの施設で。あの、ここはすごくあの地域に愛されてる福祉施設なので、あの、すごく感謝というか、お互いにこう気持ちを高め合いながらこう活動を目指しているようなところです。素敵ですね。14周年にふさわしい訪問でございました。4月からは、第4水曜日があのバザーございますので。バザーが。他の、 あの、やっぱり福祉施設のパンとか、製品も販売することありますので、皆さんぜひともご利用になっていただきたいと思いますんや。こちら、あの、なんか素晴らしい、あの、ボーイさん。どうも、はじめまして。蝶ネクタイ似合ってますよ、蝶ネクタイ。僕、毎日、はい、ビデオ、YTV で見てるんですか。はい。ずっと見続けてください。ちょうど番組ね、10年続いてますよ、はい、14年。またずっと見てください。はい。すいません、本当ありがとうございました。なんか、あの、毎週水曜日は4月から、なんかあの、バザーが開催されるということでございますからね。素敵な作品たくさんございますから、皆様ぜひともご利用になっていただきたいと思います。にゃー。さあ、いかがだったでしょうかね。今回ののんびり子でございますけれどもね、番組14年目に突入ということでございまして、それを記念しましてね、私たちのキッチンカーからですね、 YCB の方に日頃の感謝の気持ちを込めてホトドッグプレゼントさせていただきましたけれどもね。ありがとうございます。でプレゼントといえばね、皆様にね、視聴者の方にもプレゼントがあるんですけども、今回はねスペシャル企画でございますから、こちらオリジナルのわさびりのステッカー、さらにはですね、このキッチンカーウェキウェキのマグネット、これをですねセットで3人の方にプレゼントしたいと思いますからね、皆様ふるってご応募いただきたいと思いますね。お待ちしておりますので。そしてですね、あのね、ぐち今彼女募集中です。よろしくお願いいたします。言っちゃまずかったかな。いや、大丈夫です。言っといてもいいよ、こういう時は。公共の電波使って。どんな人が、キッチンカーをお手伝いできる人がいいですね。キッチンカーも、グッチーのことも世話してくれるような人。ああ、そうですね。理想だね。みんな、待ってるじゃん。ね、はい、じゃあ、あの、振ってご応募いただきたいと思いますにゃん。じゃあ、ちょっと、ね、次回また、ね、あなたの街でお会いしたいと思いますから。で、グッチー、ちょっと片付けて。え、綺麗に片付けるよ。俺はもう次の街行くから。公園に乗るから。じゃあ、ウスラ。じゃあね、また見て。見てにゃー。いや、本当にね、いいやつなんだよ、グッチーな。また見てにゃー。見てねー。いやー、わさびりブギー。
わさわさ、わさび入りブギー。